ジャイアンの喋り方じゃない。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ出発しましょうかね。違う。ちょ待って。はい、それじゃあ今回は外せんかった。はい、めぐちゃん。そして、はい、ゆうかさん。あと一人、お、ミラさん。はい、この4人で行こう。まだあれやね、めぐちゃんとミラさんが繋がってないんやね。お、ここ?ここなの?行くか。決め台詞出ちゃう。決め台詞って出ちゃうっていうものなんかな。お、来た。あいつが雪男です。よーし。ゴリラやんね。めっちゃ普通にゴリラやん。ほら、イエティじゃないってこんなの。ドラミングしよったやん今。え、イエティもあれなの?ドラミングするの?初めて聞いたよ。スラッシュ。あ、なんかこの、なんていうん、霧みたいな感じの雪いいね。あ、これ手前じゃなくて奥の方で降り寄るやつ。え、なんかめっちゃ綺麗なんやけど。お、頑張れ。結構体力あったりとかするんかな。珍しくやる気。いけ、から焼き。ね、結構耐えるね、相手。ふ、まだか。いけたと思ったんだけども。ガードが甘くなった。誰か助けなさい。お、さすが。素晴らしい。素晴らしい。ナイトやね。あ、この子も戦ってくれるんやね。しかも結構ダメージ与えれるやん。ね、みんなとそんなに変わらんぐらいのダメージ与えれとるよね。蹴散らないで。から焼き、さっきはやる気出てたのに。どうしたの一体。あー、なんか私結構狙われるような気がする。なんでなんやら、恨まれとんかな。おお、そういえばなんか向こうからの攻撃ってそんな、うえい。あー、やめてー。あ、すごい、ゆうかさんめっちゃ優秀なんやけど。え、すごいね、勇敢だね。キュアオール。お、助かる。なるほど、回復もしてくれるんやね。めっちゃ助かるよ。そしてミラさんめっちゃ笑顔なんやけど。超笑顔で凍ってんだけど。この状態のミラさんを安全地帯に避難させることはできるの?溶けやすくなったりとかするんかな、これで。どう?めっちゃなんか後ろに飾られとるみたいな。ゆうかさんすごい、なんかもう全体に気配りができるね。素晴らしいんだけど。好き。あー、しかし自分のこともちゃんと頑張ってね。おーおーおーおお、いいねいいねいいね。60の連発ってめっちゃいいやん。そして回復もきっちり。素晴らしすぎる。から焼き。お、ナイス。にしてもやっぱりめっちゃ体力すごい。ねえ、やばいね。お、氷が溶けた、よかった。寒いんやね、やっぱり。感覚はあるんやね。なんもないんかと思った。あゆなもなんかめっちゃ体力あるのね。今めぐちゃんが殴られて半分ぐらい体力なくなったのに、あゆら全然なんやけど。肩からだ。あ、ものすごく好き。二人は分け合うを覚えた。相手が HP バナナを使い切っちゃった。じゃあ自分のを半分こしよう。優しい。あ、いけいけいけ。あれ、なんか急に弱くなってない？さっき60、60、60やったのに、なんで今回20なの？あ、やった。おはよう世界。ナイス、勝てたね。
ようやく勝てたね。お、レベルアップ。極上じゃない、特上ゴリラプロテイン。ほらやっぱりゴリラやん。もうゴリラって言っちゃってるじゃないか。ふう、なんとかやっつけましたね、あの雪男。超魔王が作った怪物みたい。超魔王マリア、恐ろしいです。さて、それでは手伝ってもらったお礼をどうぞ。おー、特上ゴーレムステーキー、やったー。私はここで失礼します。ありがとう。パチュリーのお願いを叶えた。もう旅人の町まで返してくれてもよろしくってよ。お、まだなんか、あー、なるほど。なるほど。シャッターチャンスは逃さない。私、旅する写真家ペンペンです。撮ったばかりのこの写真、お売りしましょうか。じゃあ買いまーす。お買い上げありがとうございます。言うてそんなにお金に余裕もないんやけどね。いや、普通に買ったけど。お、ミートピアにいる怪物を100種類倒そう、達成。100種類目?記念すべき100種類目イエティやったんやね。キャンディーさんはまだ元気にならないのかい?はい、お任せ。いいね、いいね。え、なんかミラさん死んでるんだけど。ダメだったの?ステーキじゃないよね、ダメだったの。いや、贅沢すぎる。はい、ちゃんちゃんこの猫が欲しいです。くるみ。さあ、来い。すごい狭い部分ではあるけど、あ、これは上電電虫だね。いや、まあ、食べ物もね、めっちゃ助かるけんいいんやけど。うわ、なんか、色が。色に全然食欲が湧かないんだけど。めっちゃピンクやってやん。絶対これ、買えんやつや。226ゴールドなんかで何かが買えるわけがないよね。ほら。ないわー。みんなめっちゃ武器を欲しとるというのに。さあ、出発しましょうかね。毎回アイランを外そうとしてしまう。何?誰?わかんなかった。はい。おいでぷーさん。そして、さっちゃん。お、めぐちゃんもう一回行く。よし、行こう。よし、行こう。張り切っているのはいいことだ。さあ、一旦旅人の町に戻って、もう報酬を受け取ったけんねん。次の依頼かな。どうも。スポーツ料理人ジャイアン。どんな料理人?スポーツ選手に料理を出すってことかな。ねえねえ君、ハンバーガーって知ってる?そりゃあね、不思議の国の食べ物なんだってさ。不思議の味らしいよ。料理人として一度は食べておかないと。でさ、不思議の国に行きたいんだけど、ちょっと怖いんだ。ねえ君、連れてってよ。ジャイアンの喋り方じゃない。まあ引き受けましょう。不思議の国のハンバーガーやってめっちゃ魅力的やん。やったー、行こう行こう。マック好きの私としてはものすごく魅力的な響き。さあ、不思議の国、あ、ここか。さあ行きましょう。なんだかいろいろといるな。不思議の国、もうちょっとパステルチックな色がいいなっていうわがまま。めっちゃなんか色濃いやん。あの、なんかところどころに落ちてるのは木の実?見てみたいな。変な色の空。さすが不思議の国だね。雨みたいのにもなってるよ。ほんとだ、舐めてみたい。樹液が固まってるのか。すごいね。不思議だね。樹液が固まっとんやったら、まあ、なんか、ね、甘いものの塊ってことで、まあ、飴みたいなもんかな。はい、上に行きます。そして、それがその辺に落ちとるわけやね。ありがたかりそう。そんなことはないの?この国にアリは存在せんのかな?うわ、花やん。花人。頑張れ。いや、なんかね、パンの方はまだいいんやけどさ、花はどうにかならなかったの?もうちょっとなんか、可愛いキャラクターとかさ。こういう世界観なんやけんね。もうちょっとなんか、可愛いキャラクターとか、
いないんすか。みんな手伝ってくれるやん、優しい。ここまで来たらね、その辺におる敵たちも結構強いけんね。あー発射される、人間大砲。おー一発、素晴らしいやん。まあまあ怒るな怒るな、そんなね、楽勝だった。最後のアタックが効いたね。頑張るぞー。おーお、あー顔面からいったよ。う、誰が助け起こす、誰が助け起こそう。はいプーさん大丈夫、ありがとうプーさん、優しいわ。アイナはプーに感謝した。さすがプーさんやね、助けてくれてありがとう。え、なんか助けた、まだ助けてなくない。助けてる途中だよね。びっくり、怪物が入っていた。なんですって、やめてよそういうの。また鼻人やし。どんだけ鼻人な。お、いけいけ、うおー顔に似合わず。鼻人めっちゃめっちゃ弱くない、なんか。めっちゃ弱いよね、何事って感じなんやけど。やったね、食べ物とかもね大量にちょっと手に入れていきたいけんね。イエイ、お、キャンディーさんの風邪が治った、やったね、ててーん。よきよき、かなり好き、いいことよ仲がいいのは。ゆうかの部屋に行きたいな。お、ゆうかさんと何かお話ししますか。ゆうかさんどこ、あれどこ、あ、いたいたいた。はい、プレゼントを買ってきた。さて中身は、買いました、受け取って。お、いいの、銀の食材、かわいい。ふう、嬉しい。ゆうか喜んでいる。みんな、このさ、送りよるプレゼントって一体どこに行きようやろうね、みんな。ちょっと気になる。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくて、いつもより頑張る。敵へのダメージアップ。誰か嫉妬しに来るかと思ったけど、そんなことはなかったね。はい、料理を。お任せで。上電電虫はニューやったのか。あーダメだったのね。お、メグちゃんめっちゃめっちゃ高くまで飛び上がっとった今。はい、そしてゲームコーナーでルーレット、ヒイラギの葉っぱをください。これはピッコーちゃんのやつやね。ください、ヒイラギの。あー通り過ぎたー。HP バナナやん1本。さあそれじゃあ、お小遣い、これもやっぱりまだきっと足りないよね。はい足りません。くということでちょっと出発していこう。さあ今回は誰、お、リミちゃん張り切っとるね。そしてメグちゃん、メグちゃんめっちゃ張り切る。おっぷーさんも、よしこの4人で行こう。音楽を150種類聴こう。何それ、どこで聴いてるの音楽、わからんねえけど。普通にあのゲーム中でかかってる音楽ってこと。150種類もあった、ちょっと全然覚えてない。ちょっと待った、おっ、いつまでも遊び心を忘れない。ご存知ミスタークイズマン、真のお宝を見極めよう。今日のクイズは宝箱シャッフルやります。それではレッツクイズ。苦手やな私。お宝の入った宝箱はどれかな。
チャンスは1回。さあ、行ってみよう。はい、覚えます。はじめ。こんな私、速攻でわからんくなりそうな感じする。お、いや、わかるわ。はい、一番右。はい、楽勝。お見事。めっちゃゆっくりな動きやけん大丈夫やわ。おめでとう、君には参ったよ。これをあげちゃおう。 HP バナナを5本ゲット。お宝なのかこれは。余った HP バナナを宿屋に送った。まあね、重要やけどね、回復。ではまた会おう。ちょ、美食家の方行っとく。食べ物がもらえる。何あれ、クレープ、めっちゃいいやん。もぐもぐ。これはあらゆる食感が不思議。生地も不思議、クリームも不思議。これには私言わざるを得ない。不思議って美味しいな。可愛いんやけど、なんか。おや、私は美食家村人。最高の料理に感動しています。この感動をぜひあなたにも。不思議クレープ、激レアや。ボナペティ。さあ、そしてこっちの方向みたいやけん、こっちに進んでいこうか。行くか。帰ったら筋トレやろ。やってそう。ね、ガタイいい感じやけんね、やってそう。ピンクゼリーちゃんたち。何、なんか周りまでダメージいった、気のせいかな。おー、一発。さすがリミちゃん。素晴らしい。汗かいちゃったよ。確かに今のはね、燃えたから汗かいたかもしれない。リミね、すごい。お、もうそうやって評価をしてくれているよ、ちゃんと。武器、服、バナナ。え、武器がいい。武器、何かいい武器でパワーアップを。服も欲しいけどね。欲を言えば服も欲しいけどね。お、いけ、から焼き一発。素晴らしい。ライトに。微妙だな。いつも優雅だ。めぐちゃんは優雅だ。ちょっと待って。お、結構準備早かった今回。そんなでもないかな。いいね、いいね。ここのモンスターはなんかそんなに強くないよね。勝ったぞー。サンドイッチゲット。さあ、何の武器が、誰の武器が手に入るかな。やっぱあれかな、今パーティーによるメンバーの武器がもらえるってことかな。その辺がよくわからないけど、余裕だね。ピンクゼリーは確かに余裕。あ、でも今のじゃあさすがにあれか、やっつけれないか。踊ってる、かわいい。めっちゃくるくる回りよった。今のは誰の声なの、鼻人の声なの。おーいーぞーって思ったけど鼻人がダメだった。はい、あと一匹。お、これは絶対いけるやつや。二人でやけんね。余裕だね。そして勝利。やった。戦いもスポーツだね。まあね、体動かしまくるし、疲れると思うけんね。お、はい、来た武器。誰や。星のフライパンが入っていて、やった私。アイナがもらった。嬉しい。これで攻撃力3桁に突入したわ。さあ、どん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 強くなっていくよ。お、好きレベルアップ。ちょっと気になる。2人はアドバイスを覚えた。アドバイス、相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。全身タイツの2人やった。全身タイツかどうかわからんけど。違うかな。
い、それじゃあ、おさっちゃんがくるみんを探している。ふんふんふん、さっちゃんが掃除をしている。頑張れ。心の中で思うだけですか。せめて口に出そう。そしたらきっともっと頑張るよ。はい、そして、お、料理がもういい感じに溜まってる。はい、お任せで。あ、不思議クレープ初めてやったんやね。なるほど。みんないい感じじゃない？あ、今回みんなご機嫌やった。いいね。よきよきだね。はい、そしてゲームコーナーで、ルーレット。リポーターマイクをください。さっちゃんやね、これは。アイドルなんやけどな。リポーターってことでいいんすか？あ、これは、ペア旅行券 A クラス。はい、来たー。景品ペア旅行券 A クラスゲット。さあ、これを。はい。プーさん。おほ、あゆのやった、一緒に。一緒に行くの。はい、プーさんとあゆので。行ってきましょう。じっくりと楽しんできてくださいまし。二人は旅行を楽しんだ。楽しかったね。ねー。お、そして好きレベルもアップ。だいぶ上がったね、今。すごく好き。二人は手助け2を覚えた。手助けする確率と効果がアップ。一緒にやろうよ。助かります。はい、そしてお小遣いはとりあえずミラさん。あー、買えない。ハートの花、これに着替えよ。ちょ、今暗い感じのやけんね。これならめちゃくちゃ明るい。さあ、色は、あ、なんかめっちゃ、なんか知らんけど、プリキュアを彷彿とする。この格好自体はあれやけど。よし、黄色でいこう。黄色ってか、薄黄色。な、白に限りなく近い、近い黄色。え、綺麗じゃない？ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。今のところね、なんかめちゃくちゃめぐちゃんが張り切ってついてきてくれんやけど、次はどうなるかな。